ございます。ロサンゼルスロコユタです。今日は、アリゾナキャンプ2日目になりました。昨日帰ってきて、編集1時半ぐらいまでやって1日目の動画見ていただけましたでしょうか。今日はですね、山本由伸選手が登板予定になっていて、あと大谷さんも出るということで、また2人ともねバックレット裏撮っているということで、今日、かなり楽しみなので、今9時ぐらいなんですけど、早く、球場の方に行って、練習からね見てみたいと思います。なんかね、こうちょっとぐちゃぐちゃしてるんですけど、キッチンの方で、ご飯炊いたりとかして、朝ごはんもバチッと食べたので、行ってきます。本当にフェニックスのホテルめっちゃ高くて200ドル、300ドル全然したんだけど、ここは1泊198ドルで、で、ここソファーベッドと、キッチンと、でね、ここでいろいろね、作れるので、ご飯とかも、お米とかもちょっと持ってきております。で、ベッドと、テレビと、洗面台とお手洗いと、あと大丈夫、はい、シャワーになっております。あれ、シャワーのノズルがなんか外れております。はい、すごい簡易的なところですけれども、ここで4日間でね、400ドルは安いと思います。お客様にお土産でいただいたなんか豪勢な金目鯛のお茶漬けをこんなアリゾナのキャンプ地で食べてます。ありがとうございます。はい、2日目も、キャメルバッグ着きました。もう選手が出てくるとこすごい人になっております。あ、すごいね。まだでこんなに人がいるってことは出てきてないんだね。あと1時間でもゲート開くんですけど、全然ね、もう主要選手ほとんど、フィールド出てるんですけど、昨日の今日だから今日は外であんまりね、大谷選手も山本選手も、練習していないですね。すごい出待ちのところにね、ちょっと30分ぐらい待ってみたんですけども、全然出てくる気配もないので、多分もしかしたら今日は室内だけでの練習かもしれないですね。さすがに昨日の今日じゃあんまり品ぞれ変わってませんが、このワンピースめちゃめちゃ可愛いです。50ドル。でもここでしか多分着ないかな。あとね、このジャケットもね、 S があったら欲しかったんですけど、可愛いです。ちょっとダメージ系の。はい、2日目入りました。ここで頑張ります。はい、ただいま試合の1時間前でございます。やっぱりね、この柵とかもすごい低くって、選手との距離もめちゃめちゃ近いんですけれども、昨日はね、バックネット裏の広告アーナさん、 ANA さんが入ってたんですけど、今日はダイソーさんが入っておりました。じゃーん。今から試合スタートするんですが、ファーストピッチが昔ファイトソックスにいた井口さんが投げてました。ちょっと 見れなかったんですけれども、井口さんが投げておりました。はい、ブルペンでの山本選手の投球練習見たんですけれども、山本選手もちろんね、めっちゃすごい球ですごいんですが、それよりも2人で言ってたのが、その山本選手の投球練習を見るカーショーがもうめちゃくちゃダンディーでかっこいいし、その球をねちゃんと見たりとかねしてたね、握り方とか。いや、もうそれが見れただけでも今日ね良かったです。はい、今からじゃあ席の方に行きたいと思います。三塁側の小さいお店には大谷さんのキーリングが売っておりました。
とスプリングトレーニングのカクタスリーグの全チームがのロゴが入った、ね、ベアが可愛くて買いたいんですけども、25ドルでございますでも2024って入ってるもんね、可愛い。よいしょ、これほど人気です山本選手。すごい。買いました。エンジェルスとどう違うかちょっと食べてみたいと思います。ちょっとねノーサワークリームって言ったんだけどがっつりつけられましたあと、つのちさん今日ホワイトソックスのスベニアも買いたいということで私はダイエットコークで、つのちさんはコーラかな入れています。はい、今4イニング目かな。山本選手も3イニング投げて大谷選手もね、3打席立ってね最後あとフリーマン選手のホームランでこうオールスターが帰ってくるのを、ね、間近に見てめっちゃ感動しました。この赤いサルサがエンジェルスのやつと違 う, え違う。エンジェルスのやつもっとピコデガヨでもっとこうなんていうんだ、こういうサルサっていうか、うん、あのもっと野菜が青いちゃん、うん、ちゃんくかん感じ。少なめというか、うん、うん、うん、てかヘルメットナトス自体が久しぶりだからすごい美味しい。あの、うん、エンジェルスチキューのやつはチキンも選べるの、うん、でもこのプルドポーク味しっかりついてて美味しい、うんうん、美味しいですね、美味しい。みなしりょう選手が入ってきました。スプリーマート、ふぅー、ブレイディー。はい、大谷さん、山本さんとか主力選手がねもう出てきてしまったのでほとんどの、さっきまでめちゃめちゃいた日本の方もいなくなったね今日はめっちゃいいところで見てるのでいっぱい見ております。すごいです。あとこのクマちゃん買いましたはい、11対7で勝ちました。 Good job guys。 はい、勝ちました。なんかね本当に最後の方は人がだいぶいなくなったんだけど、ここら辺でねもうドジャー球場で見ることと絶対ないと思うからすごい近くで見れて今日は楽しかったです。帰る前にアリゾナをね感じたいので植物園みたいなところにね寄ってから、まあ、今日はね早めに帰ろうかなと思っております。じゃあ植物園に行きましょう。はい、なんか今ファンの方すごいフィールドに歩かせてるのでちょっと行けるのかどうか私たちも行ってみたいと思います。行けた。
行けた行けましたわすごいドジャー球場も芝生は絶対踏んじゃいけないって言われてるのに、うん、踏みまーす、はい、走れわこういう景色見てるんだすごいってよかったすごいんだけどフィールドに入っております最後まで残ってよかったいやでも今日デーゲームはやっぱり暑いねね、曇りの予報だったんですけどもう途中からね直射日光もすごいしちょっと頭クラクラしだしたから私たちもね早く帰ろうかなとしてたんですけどもせっかくねいい席だったからねそうです一流アスリートのプレーを最後まで見てで最後ね残ったからああやってねフィールドにも行くことができて本当はなんかね60歳以上の方の特権っていうかみたいなんですけどこれやっぱりこの辺で住まれてる方がこう余暇を楽しむために見る人も結構多かったからそのシニアの方の特権みたいなんですけど人がねあんまり少ないかったのでもうトライしてみてみたいなこと言われてみんなゾロゾロで行きましたいやもう二度とないね経験できてよかった最後まで残ってよかったです Thank you very much はい、5時40分です。ボタニカルガーデン、植物園の方に着きました。中ね、めちゃめちゃもう外からいっぱい総武店やるんですけど、中の方もね、すごいみたいなので行ってみたいと思います。ちょうどサンセットの時間になってきてもめっちゃ綺麗です。8時から夜の8時まで空いていて、大人は1、お一人様30ドルでした。こういった可愛いステッカーもいただけました。中ちょっといろいろ見ていきたいと思います。でもこの時間帯に来てよかったですね多分日中に来たら超暑かったかもちょっと疲れが吹き飛びました自然に来て一番上の穴に今ねフクロウちゃんがいるみたいですグッズもめちゃめちゃ可愛いですこのタンブラー可愛いと思ったんですがお値段は可愛くないですこれ18ドルはだってスプリングトレーニングやると25ドルでしょそれ比べたらこれ18は安いんじゃないはいまたウォルマートに来ましたがアボカド1個50セントはめっちゃ安いなと思って友達と話しておりましたやっぱ物価安いねヨーグルトも私がいつも買っているスーパーの3分の2ぐらいかなこれ多分1ドル2ドルぐらいで1個買ってるんですよねはい今ウォールマートでお買い物を終えたんですけど目の前が、遊園地ですごい綺麗な遊園地でも誰もいなそうなんだけどでもやってるよねねやってるよねこんなのが街中にありました面白い街ですねフェニックスははい、帰ってきまして8時半でございます家から持ってきたレトルトカレーと朝に炊いたご飯の残りそしてやっぱりねサラダがアメリカにいるとあんまり食べれないので、ウォルマートさんでサラダ買ってきましたはい、ということでまあ外でね外食すると疲れちゃいますのであとまたスーツケースね大きいの持ってきたのでいろいろ持ってきたもので工夫して食べております今からねこれを食べて、今日の分編集してまたすぐで出したいと思うんですけれども今日のまとめ的には山本選手がねピッチングしている姿も見れたし大谷選手も、2打席目ねヒット打ってセレブレーションドジャースのセレブレーションのこやつも見れたしあとねその次、フリーマン選手が、
ホームラン打って、このベッツ、大谷、フリーマンのね、あのハイタッチの3人のところもね、一番最前列で見れたので、ね、本当に良かったですし、また大谷選手とか主力のメンバーがね、あの帰っちゃった後も、今日はすごいいい席だったので、最後までね、試合見たんですけれども、なんと最後ね、フィールドにこう歩くことができて、あんな経験ね、あのなかなかできないと思うので、最後まで残って本当に良かったです。で、その帰りにね、あの寄ったボタニカルガーデンで、あのザ・アリゾナっていうようなね、いろんなこうサボテンとかあの動物とか見れたりとかして、すごい楽しかったですし、そこのギフトショップでね、この子サボテンくんちゃんを買ったんですけど、サボテンくんちゃんとかね、めっちゃ可愛くて、しかもこれ18ドルだったんですよね。なのであのスプリングトレーニング のクマちゃんが25ドルだったから、それに比べても肌触りもめっちゃ良くて、もこれは即買いしました。はい、あとはこのエコバッグもね、2ドルだったんですけど、こうちょっとキーみたいになってて、そこのボタニカルガーデン植物園の方でもう即買い2人ともしました。あとね、今日朝こう選手が出てくるところをちょっと待ってた時に、テレビ朝日の方にちょっとインタビューみたいな、2人いいですかって言われてしたんですけど、それがね、なんか今日の朝の番組のモーニングショーさんで、なんか二人映ってたみたいですで、何人かの方にね、映ってましたっていう連絡いただいたので、ありがとうございました。はい、そんなこともあったりとかしました。で、まあ今日はちょっと早めに休んで、で明日はですね、ドジャースの試合はないんですけれども、エンジェルスの試合、エンジェルスも応援しているので、エンジェルスの試合を見てから、ちょっと早めに切り上げて、ここからね、北に2時間半ぐらい行ったところにあるセドナを、私セドナ1回も行ったことないので、ちょっとセドナにね行ってみたいと思っております。そこで、まあ、何があるとかね、ちょっと私もあんまりよく調べてないんですけれども、パワースポットがあるそうなので、まあ時間が許す限りね、セドナの観光も少しさせていただこうかなと思っております。その様子もね、また明日の Vlog の方で撮らせていただきますので、よろしければご覧ください。今日の2日目はこれで終わりたいと思います。おやすみなさい。